to number 1641. Cute Meat Boy. どうもどうもどうも、九大ミルクボーイです。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございますね。今ミールカードのコピーをいただきましたけどもね、ありがとうございますね。もうこんな何本あってもいいですからね。簡単にいっぱい ね、ありがたいですよ本当にね。入れておきましょう。言うとりますけどもね、いきなりですけど、ね、はいはいはい、うちの総長がね、ほうほうほう、好きな九州大学のセールがあるらしいねんけど。あ、そうなんや。その名前をちょっと忘れたらしくてね。ほう、九州大学の制度の名前忘れてもうて、どうなってんねんそれ。でまあいろいろ聞くんやけどな、おう、全然わからへんねんな。わからへんの？おう。いやほな俺がね、総長の好きな九州大学の制度、おう、ちょっと一緒に考えてあげるから、おう、どんな特徴を言ってたかってのを教えてみてよ。あの、障害のある学生とかに優しいやつで、ほう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 、で一般学生と同じように学びの機会を均等に得られるようにしてくれるやつやっていうねんな。おお、合理的配慮やないかい。おお、その特徴はもう完全に合理的配慮やかな。おお、すぐ分かったやんこんなんも。でもこれちょっと分からへんのやな。何が分からへんのよ。いや俺も合理的配慮と思ってんけどな。いやそうやろ。総長が言うには、うん、彼女にしてもらえたら嬉しいことナンバーワンっていうねんな。あー、ほな合理的配慮と違うか。あ、彼女にしてもらうようなことちゃうもんね。そうやねん。彼女側もね、うん、合理的配慮を要望されたら荷が重いよあれ。彼女がやってくれるっちゅうんならな、うん、それ合理的配慮やなくて、彼女がただめっちゃ優しいってだけやで、それ。そうやねんな。な、うん、彼女だけがするようなもんちゃうねん、うん、合理的配慮はね、主に先生、時に学生、みんなに協力してもらってできるものなのよあれ。そうやねん、そうやねん。合理的配慮ってそういうもんやから、ほな合理的配慮ちゃうかな。あれ、ほな、もう一度詳しく教えてくれる？なんで一人だけ授業の資料をもらっとるんかわからんし。合理的配慮やないかい。他にもパソコンで試験を受けてたり、試験時間を他のみんなより長くもらってたり、別室で受ける人もおるんやから、あれ。おお。でも俺はね、あれは前世でよっぽど徳を積んだか、あるいは総長かなんかのご子息やと睨んでたんよ。おお。ほんであれ、よう聞いてみたらね、うん、そういうVIP待遇とかじゃなくてな、何らかの障害がある人も公平に参加できるように環境とかやり方を変えてるだけやねんて。おお。俺は旧大生、何でもお見通しやねんから。言った、さすが。他の人と違うやり方になってしまうこともあるけど、マイナスをゼロにしてるだけなのよあれは。おお。やから教育の本質は他の人と一緒で、単に点数をかさ増しされたりということは絶対にありえないの。おお。ズルになるようなことを申し出た場合は通らん仕組みになっとんねんあれ。あくまでみんなと同じスタートラインに持ってってあげてるだけで、あとはみんなと同じように自分の力で頑張らんといかんから、別に楽に単位がもらえるとかじゃないねん。ほうな。合理的配慮や、そんなもんは分からへんねん。でも何が分からへんのこれで。俺も合理的配慮と思ってんけどな。そうやろ。総長が言うには、ほう、授業に来て一言先生に頼んだら誰でもすぐやってくれるらしいって言うねんな。ほな合理的配慮ちゃうやないかい。おお。だってあれはね、実は水面下で膨大な時間費やして会議に会議を重ねて、いろんなところに申し送りしてやっと実施されるものやからな。はいはい。おお。その場で言えばやってくれるのはな、寒いので窓閉めてくださいぐらいやがな。そうやねん、そうやねん。な、うん、他の学生には配慮が実施されてるとこだけしか見えへんから、ただのわがままに見えてまうねん。そうやねん、そうやねん。でもあれは簡単にはできへんのよ。あれをやってもらえるまでにどれだけの年月かかっとるかみんなは知らへんから、誤解されてることも多いねんあれ。そうやねんな。合理的配慮ちゃうがな。おお。ほなもうちょっとなんか言ってなかった。うん。その制度の知識がなかったらな、ほう、あの人ズルしとるって思ってしまうらしいねん。合理的配慮やないかい。インクルージョンとか合理的配慮のこと何も知らんやったらな、ズルに見えてまうっていうのは誰もが最初に通る道なんやから、一番のあるあるやないかい。おお。何せね、合理的配慮の考えが日本に入ってきて実施されるようになったのは本当にここ数年のことやからね。法律ができたのも最近やし、まだ知らん人も多いんよ。最近できて新しい考えやからな。糸キャンパスぐらい新しいかな。おお。あとあの人だけ指定席ってパターンもあるねん、うん、授業という名の単独ライブで、最初は教授のファンクラブでも入っとんのかと思ったよ俺。俺はこの前ライブの席取れへんかったのにってね。でもそれは座席の確保、
いう歴史とした配慮項目の一つやってん。お合理的配慮は絶対分からへんねんだから。なんで分からへんのこれで。俺も合理的配慮と思ってんけどな。そうやろ。総長が言うには、ほう、学生から申請があった要望に全て対応できんやった暁には大学出禁になるっていうねん。ほな合理的配慮ちゃうやないかい。おそんな強い効力はないのよ。確かに合理的配慮の不提供は禁止されてるけどね。せやねん。合理的配慮はね、あくまで無理のない範囲でやるっていうコンセプトやねんから。せやねん、せやねん。だから学生と教員の対話が必要やねん。せやねん。あれはだから食堂までの滑り台を作ってほしいとか、無茶苦茶なことを言っても全部やってくれるようなことはないような仕組みになっとんねん。あれ、せやねん。合理的配慮ちゃうかな、うん、ほらもうちょっとなんか言ってたことか、うん、本人が申請してから実施されるまで、ほう、めっちゃ時間かかるらしいねん。合理的配慮やないかい。九州大学の痛いとこついてくるのよ。いくら素晴らしい九州大学でもな、いくら糸キャンパスが単独キャンパスで日本一広いって言ってもな、いくらアインシュタインが来たことあるって言ってもな、少しぐらい悪いところはあるねん。虫が多いことの次ぐらいにランクインしとるがな、ほんま。な？でも最近は申請の手間を簡素化しようって動きもあるらしいで。合理的配慮に決まり、そんなん。でも分からへんねん。でもなんで分からへんのこれで。分からへん。分からへんことない。総長の好きな九州大学の制度は合理的配慮。もう俺も合理的配慮と思うてんけどな。そうやって総長が言うには、ほう、同じ障害の学生にはみんな同じ配慮をしてあげるのが真の平等やって言うねん。ほな合理的配慮ちゃうやないかい。お勘違いしやすいけど、うん、障害の名前で全部決まるわけではないねん。あれ、おな、うん、耳聞こえん人みんな手話わかるわけやないんやから、むやみに手話通訳つけても誰も得せん、カオスな状況起こるかな。そうねん、そうねん。コミュニケーションに難ありと言われてる障害でもな、うん、みんながみんなグループワークが嫌いなわけじゃないからな、うん、勝手に決めつけて、うん、この授業はグループワークないから別に何もせんでええやろとか言われたら傷つくねん。あれ、そうなんや。ほな合理的配慮ちゃうやないかい。おほんまに分からへんかなこれ。おどうなってんねん。もう俺も合理的配慮やと思ってん。せやろ。でもな、理事長が言うにはな。理事長、旧大会員得点ちゃうかって言うねん。いや絶対ちゃうやろ。もうええわ。どうもありがとうございました。